はい、こんにちは、タートルです。今日はですね、腹筋と下半身を同時に鍛える方法、とっても簡単なやつを紹介します。所要時間はたったの10秒、まあこれ5秒ですけど10秒ということで、このね、今から紹介するトレーニングを毎朝、出勤前とかね、まあお休みの日とかにやってもらうと効果的です。まあ、なぜかというと、朝一番にトレーニングをするということは、1日の中で代謝が上がっている時間がね、長いので、朝一っていうのはとてもね、効果的です。じゃあやってみます。で、まず立ったままでですね、手をまず組みます。この状態で肘を少し前に出します。そしたらですね、肩を少し中に丸めて、お腹に力を入れた状態を作ります。お腹をしっかり引っ込めて、お腹に力を入れます。このままですね、肘を膝につけていくんですが、その時にですね、ここにちょっと大きなバランスボールがここにあるイメージを持ってください。そのバランスボールを肘と膝で押しつぶしていく感じで力を入れていきます。ちょっとやってみます。という感じです。息はずっと吐いてきます。しゃがむ時から立ち上がる時まで息を吐き続けます。で、この時にですね、息吐きながら潰すんですが、お腹に力入れた状態で、お腹に力入れたままこう立ち上がります。で、ここで息を吸います。といった感じです。お腹にとにかくしっかり力を入れて、力を抜かずに息を吐き続けながら、ボールを潰すイメージでそのまま立ち上がります。で、このお尻の出し具合なんですが、あんまり出しちゃうと体が反れちゃうので、あんまり反れちゃうとお腹に力がね、入らなくなっちゃうんで、猫背のまんまお尻はあんまり出すイメージは持たなくていいです。とにかく膝を肘にぶつける感じ。お尻がここまで下がっちゃうと体が反れちゃって、お腹の力抜けちゃうんで、必ず背中と腰は丸めたまま、お腹に力を入れたまんましゃがんで、このままお腹を力入れたまんま伸ばすというふうにやってみてください。今回のね、動画はとっても簡単なんで、まあぜひね、毎日でもやってもらいたいと思います。そしてよくね、神の7秒って言われてるんですが、最大の力を出すのは7秒って言われてます。その今のね、しゃがんで起きるぐらいのスピードが、まあ5から7秒ぐらいでかかってるんで、とにかくぐーっと思いっきり力を入れて10回毎日やってみてください。そうするとね、お腹の力の入り具合ももちろん下半身も、なかなかスクワットするってなるとね、ちょっとハードル高いんで、今みたいな簡単なことからぜひ始めていきましょう。また動画をできるだけ毎日、今日からね、載せようかなと思っております。少し時間ができたんでね、頑張っていこうと思います。ぜひね、毎日チャンネルに遊びに来てください。ご視聴ありがとうございました。YouTube でした。